王道。色ついてる感じする？しますね。多分今マイクリップとかですね。うん。まあ肉眼ではね。今日はね、実際に本物の金箔を使って電池を使って電気メッキをします。でサンプルは実はもうできてるのがそこにあるんだけど、ちょっと触ってみて。はい。クリップで金色のと元のクリップがそっちね。ね、金メッキしたらそっちになるはずなんだけど、これすでにセッティングはしてあるんだけど、最初に要素液ですね、はい、この要素液を、2ミリぐらいだから1ミリ、それ1ミリだから2回分ぐらいで、はいはい、入れちゃってください。はい、もう一杯いってみるか。最初から3ミリのベッドを使いよって感じ。いや、別に2ミリ取れればいいんですよ。そうね、結果もね。結果として。はい。はい。はい、じゃあ次にね、そこに本物の金箔、金沢金箔職人。あ、これかけてんのか、これ。金沢と金箔。なるほどね。こうじゃあね、そのね、金箔をね、つまようじを使って、先端尖った方を使って、はい、それをね、和紙の上で、こう、そうそう、ちょっとね、くしゃくしゃにしてくれる、くしゃくしゃっていうか、ダマにしてくれる。あ、そういう、うん、ここに乗らないからさ、少し固めて、そこに器に入れたいのね。あ、なるほど。そう。入るくらいまでってこと、うん、そうそうそう。うまく剥がれない。で、これもいらないかな。あ、じゃあ。邪魔だって、はい。一応本物使ってるよっていうことです。証明で。そうそうそう。そういうこと。あ、もう手についてるな。それでいくら分かな。プレッシャーがすごいな。はい。寄せて。じゃあそこの溶接液の方に移してくれる、はい、はい。そう、入れちゃって、はい、それじゃあ爪楊枝でこうかき混ぜて溶かすって感じで、これで金が溶けるってね。結構短時間に溶けるはずなんだけど、どうだい、溶けてる感じする？あ、すごいすごい、なんか腐食していくみたいに溶けてます。金箔半分ぐらいだから結構な量溶けると思うんだけど、うん、結構な量がこれで溶け込んだことになるんだけど、そのキラキラしてるところがキラキラしてるところがなくなるまでこれ続けて、はい、要素と金が化合物を作ってイオンとなって安定して溶けてる状態と。はい、ほぼ溶けましたね。はい、いい感じ。じゃあここでアスコロビミンさんね、半分ぐらいですよね。そうね、ビタミン C を入れます。で、粉末のまま入れて色をちょっと調整したいので全部は入れずにちょっと半分ぐらい入れてかき混ぜてくれる。これで色が薄くなってくれば、要素の量が多いと還元するのにちょっと量が必要なんだけど、もうちょっと加えてみるか。じゃあ結晶少し残ってるかな。あ、溶けてきたね、はい、じゃあこのぐらいでやってみるかな。もうちょっとか、もうちょっとやってみてくれる。だいぶ薄くなったね。じゃあそれ器もそっち置いて、じゃあこれ電気分解しましょう、はい、シャーペンの芯を陽極にして端っこにこう立て突き立てて、そう、電気が通るように。そう、それでこっちのピンを全部入れちゃって、そう、それでこっち側の陰極の方をで触れる、ピンに触れる。そうすると、そうそうそう、ここに金のメッキができるはずなんですけど、たまにね、だからそのシャーペンの芯の方はあまり動かさないでショートさせないようにして、はい、そっちの方をちょっと揺り動かしていろんなとこがまんべんなく金メッキ出されるようにってことで、いじくり回すって感じ。と、色ついてる感じする？金色に変わってきてる。ちょっとなんか王道、色ついてる感じする？しますね。多分今前のクリップと並べたら多分ちょっと黄色っぽい色、うんに見えますよ。ちょっともう少し揺り動かしてみて、ちょっといじくってみて。じゃあね、そこで電気を通しながら、はい、そのシャーペンの芯をちょっと近づけてってみて、そう、近づけてってみて、そうそう、ショートさせる。そこら辺でなんか水素の発生が見えるはずなんだけど、どう？はい、それじゃあね、そう、はい、その陰極のクリップの先で触れて、そうで、シャーペンの芯を近づけてみる。そう、シャーペンの芯のところでは要素が還元されて、その要素の単体が出てきてるのね。だから色がつくんだけど、そこの
そこら辺を中心に金メッキが進むという理屈ね。これも出てるのが要素、うん、そうそうそう、そうだね。その陰極のピンセットの方はね、さっきこと開いてみたんだけど、そこで触れてさえすれば電気分解が起こると。だいぶ黄色くなってきた感じがするんだけど、どうだろう。じゃあたまにそれ入れ替えてみたり、その先ちょっとそこを器用にひっくり返したりして、そうそうそう、なんかできてる感じするよね、はい、でそっち触れながらで、またそうシャーペンの芯に近づけていくと、だいぶ金メッキが進んでるのが分かると。どうですか。だいぶこの使ってるクリップと色違いますもん、うん、いいですか。うん、進んでるね。見えますよ、もう。ああ、なるほど。クリップから発泡してると。はい。結構。そっちの手元の方のクリップが触れちゃうと効率が悪くなるんだろうね、きっとね。はい。そうだ。それで続けてもらって、できるだけまんべんなく。はい。この液面から出てるとこを触れながらやると、ね、全体的にやりやすいですね。クリップよりも低い要素の量でやると、うん、多分うまくいきますよ。すごい、ものすごい水槽になってます、うん、その爪楊枝を使って今彼がやってるよね。で、その金メッキしたクリップをすくい上げて水洗いをします、うん、すくい上げて、うん、そう、水洗いしちゃって、はい、じゃあ水切ってペーパーで水拭くよね。とどう見た感じ、少しできてる。じゃあこれでね、ちょっと汚れるんだけど、下が汚れちゃうんだけど、この重曹でね、はい、磨くと表面がほら、重曹って磨き粉にもなるでしょ、ね、これちょっと入れないようにして磨いてるってことで、下にちょっとなんか敷いた方がいいな、ティッシュかなんかね、はい、はい、じゃあこれでちょっと磨いてくれる、うん、そうそうそう、そういう意味、光沢を出す、キュッ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 と、そう、そうするとこんな感じ、出来上がり品を、あ、さっきより綺麗になってる、綺麗になりました。どうだね、あ、メッキされてるね。じゃあ下にちょっと置いてみて、ちょっと金、うん、どうかな、ちょっとやっぱ光の関係かな、肉眼でははっきり見えるんだけど、頑張ったってことで、うん、でも明らか違うのは分かりますよね、うん、まあ肉眼ではね、あんまカメラ